エビナ・タケゴロウは国営競馬、日本競馬会、日本中央競馬会に所属した騎手、調教師。騎手として8大競争球場、2度の全国、リーディングジョッキーなど、1930年代から1950年代の日本競馬を代表する騎手の一人に数えられる。青森県上北郡七子町出身。1936年。 青森の地方競馬の騎手としてデビュー。間もなく、公認競馬の調教師、藤本富義に見出され、藤本の旧社の所属騎手として、公認競馬移籍。同年の8月22日に福森で初騎乗を迎え、その4日後に、同馬で初勝利を挙げた。戦前から名騎手として鳴らし、2歳下の安田隆義と、共に長く関東の2大騎手であった。 八大競争を初めて制したのは1948年の秀光に騎乗しての農林省賞店で、この年には初の全国リーディングジョッキーも獲得している。数多くの名馬に騎乗したが、最もよく知られるのが、県賞馬となっている明治光とのコンビで、1956年には銅馬に騎乗して、第1回中山グランプリに優勝した。 その後年出現した五冠馬新山に対抗しての、新山がナタの切れ味ならば明治光は、日本刀の切れ味という言葉もよく知られている。安田と共に、史上初の戦勝に最も近い騎手と言われていたが、40歳を過ぎた頃から減量に苦しむようになり、騎乗数が減少。1960年に親しかった目時重しげを、 近藤大武雄が相次いで落馬事故により死亡したことも重なり、結局1961年に43歳で騎士を引退し、調教師に転身した。通算864勝、東京優春2勝、札幌賞3勝はいずれも引退当時の最多記録である。調教師としては活動期間が短かったこともあり、アラブ重賞の優勝馬を一等管理するにとどまっている。 1970年に病気のため52歳で死去した。ありがとうございます。